部員のない風、滝和人です。さあ、今日はですね、仕事は休みの日なんですけれども、まあ、午前中は家のこととかいろいろやって、で明日からはですね、ちょっと連休も含んでですね、かなり忙しい日々が続きます。それで、仕事もかなり積んでて、でしかも考えないといけないこともかなりあり、精神的にはだいぶ追い詰められていたとそれで、ちょっと走りに来てるんですけど、やっぱりいいなと思うのは、この走ってる間には仕事はもちろん進んでないんですが、じゃあ家でパソコンに向かってこうぐーっと考え込んでいたりですね、したらいいアイデアが浮かぶかというと、私の場合はそうではないと。でまた単純作業ならできるんですけど、ただそれも長時間やり続けていると、ミスも増えてきますしね。でそうするともう一回見直しとかが入ってくるので、結局時間かかるんですよね。でそれよりはこう時間を見つけてというか、切ってというか、こうやってバイクでね、走りに出るのがとってもこう活力になるというか、いいんだなっていう感じがしています。それでこうそんな気が特にこうしてきたので、今はまあカメラを回したというわけなんですけれども、いや、風力発電の柱を冬の間寝かせるんですね。風が強すぎるからかな。ここは国道231号線、石狩市を厚田の方から札幌市街に向かって走っているところです。丘を登ったり下ったりしながら、海岸段丘の崖が見えてましたね。でこれで徐々に札幌市に近づいていくっていう、そういう道になっています。札幌市から北に向かうライダーにとっては、この海岸沿いをですね、北に向かうライダーにとっては、まあ、帰りここを見ながら徐々にこの札幌が近づいてくるのを、まあ、感じると、そういうところにもなっています。札幌まで約40キロという地点ですね。今日はどこへ行くということもなく、フラッと出て、そして何を考えるということもなく、こうバイクを走らせてるんですけど、まあ、そうすると自然といろんなアイデアがですね、浮かんできたり、もちろん使えないものがほとんどですけど、たまにそのすごいヒントがね、浮かんだりすることもありますし、またその考えがいつの間にか整理されるというかですね、人間の脳ってのは眠ってる間にいろんな情報を整理するんだっていうのを聞いたことがありますけれども、まあ、バイクライディング、こう特に一人でね、こう走っているっていうのは、考え事に集中するわけにはいかないので、意識としては今私も喋ってますけど、喋りに全意識を集中しているわけでは当然なく、むしろライディングの方にですね、かなり意識は持っていってるわけですよね。そういう中でこう浮かんでいる来ることっていうのは、なんていうか、割と自然な自分の思考に近いものだというような気もするんですよね。そういう意味ではこう本来の自分を取り戻していく作業っていうのが、このバイクライディングにはあるんじゃないかなっていう気もしています。はい、丘を越えで谷を渡りで札幌市にちょっとずつ近づきながら南下していく国道231号線です。それではまたお会いしましょう。滝和人でした。